おっすおっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。やる前にちょっとだけお話なんですけど、ちはやは ITS2 で天丸天にしたんですよね、チャンネル名を。最近ね、ちはやは ITS2 で全く同じアイコンで自分の昔の動画を転載してる方がいらっしゃるんですよ。で、とりあえずスルーでいいよっていう風に自分公言してるんですけど、同じアイコンで同じチャンネル名だとどっちがちはやかわかんないっていう人がいるんですよ。普通わかると思うんですけどね、チャンネル登録してたりとか再生回数とかでわかるはずなんですけど、まあ何かしらの対策はしなきゃいけないかなと思って天丸天を入れてみました。で、その、無断で転載されてる方のチャンネルがまた天丸天にしてきたら、さすがにちょっと対応していこうかなとは考えてますけど、別にスルーでよくねスルーでよくねえか。でもね、なんかやっぱ嫌っていう人がいるんだよね。大元のね、本人が別にって言ってても嫌って言われちゃうと、やっぱり何かしらはねしなきゃいけないんでね。はい、ということでこのコースやっていきたいと思います。で、このコース新技らしいんですよ。でね、もうこの時点で絶対新技じゃないよねって俺思ったから、リポ送ってみたんだけど、まあやってみてくださいっていうの。これ本当に新技なのか。いきますよ。確かに難しい、難しいけど、これは技じゃないよねやってみればわかる、これは絶対技じゃないよな。ただ間抜けてるだけだもんね、くるんでね。7月の18日にいただいたコースですね。弟さんが作ったコースだそうです。さあ参りましょう。ワロタ。なるほど、こうだ、こうだね。入って良さそうだね。うん、入って良さそうですね。まあそのまま落下していって、落ち着いてスピンスピンスピンと、ここ乗って、これ乗って、これ乗って、うわわわ、やばい、トゲ出す前に行かないと。こいつ踏もう、倒そう。この間ね、隠しかと思った、違った。こいつ倒しておいて、しっかりと中身を確認する。これ多分 P だな。で、踏んでもらって3択か。まあ一番右から行きましょうか。ここは耐えたね。お、力ある。よっしゃー、これは土管入りたいよね、普通に考えて。あ、待った、入れなかった時用に。あ、よかったー。あいつ倒しちゃうとね、あと438秒待たなきゃいけなかったからOK。 ここか。ここに隠しは置かないんだな。弟くん、いい子。お年玉をあげよう。お年玉をあげよう。さあ、左を選択してみます、次は。うん、また中間か。多分左で合ってたんだね。OK。パフ、パフ、パフ、パフ。あ、ぶね、今落ちたと思った。やべえ、わかんない。うー、怖い。OK。うわわわ、うわわ。わかんない。二日酔い。OK。 食らおっか。ちっこい方があれかもしんない。あ、これ絶対食らうのっていうか、一応しゃがめば。でも多分ね、ちっこい方が動きが良くなると思うな。多分こっちの方が安全。ここで隠し置いてきそうな感じするな。 OK。 これすごくない？ハリーポッターインマリオメーカー、これいってみましょうか。ハリーポッター要素が今見えなかったけど。あ、でもイギリスですね。9と4分の3番線に俺も行きたいぜ。実際あるんでしょ、ロンドンに。友達が行ったって言ってたわ。BGM コースだったのか。何 ?4 回やらせんの？すごいね。本当にホグワーツ行ってるみたいじゃん。ん？
違う、今度はあれなんだ、今度は BGM コースじゃないんだ、普通にコースなんだ。めっこか、ほら。で、まあかぶってもいいよね。で、1個持って壊して、これを繰り返せばいいんだ。こんなもんでどうよ。 OK、 なんか道は、あ、てか全部やんなくてもよかったんだね。これ全部やらせんの？嘘だ。でもなんか毎回違うところに行くよね。そうだよね。じゃあカットしなくていいや。このまま行きましょう。秘密の部屋かな。皆さんはどのシリーズが好きですか？俺一番好きなのなんだろうな。アズカバンも好きだったけど、いや、ファイアボルト乗ってみたいって思わなかった？いや、ちょっと、ハリーポッターわかんない人は、すいませんね。ハリーポッター知ってる人たちだけの会話になっちゃって申し訳ないんですけど。一回さ、クイディッチってやつやってみたくない？キディッチ、クイディッチ？あ、こうか。よいしょ。おっとっと。よいしょー。オッケー、倒すのか。ざまあねえな。オッケー。ここはなんか急に中ボスっぽい感じになったね。あれかな？デスイーターかな？あーっと、これは言ったやつだったね。危ない。ドラコマルフォイのお父さんとかだよね。デスイーターっていうと。最終的に、ああ、ネタバレはあんま言わない方がいいのか。あんま言わない方がいいやつですよね。ボンヘイが道を作ってくれたと。ティーアシがいなくなっても、やり直せますよってことなのね。踏ん張って、もう一回踏ん張って、よしごと行く。オッケー。ヒップドロップ。これも多分 TOS だな。あ、これは乗り捨てだ。ちげえのかい。え？今なかったよね、でも。え？あったか。よし。鍵ゲットですね。久々にハリーポッター読み直そうかな。もう長いこと読んでないや。行くぜ。お疲れ様でした。超いいコースだったね。7月の18日にいただいたコース。うわー、でもやばそうだな。まあちょいムズくらいやと思ってますとのことですね。じゃあやってみましょうか。あ、芸人のかな。あ、これ違うんじゃない。壁キックだったんじゃないか。こっちじゃないかな。オッケーオッケー。あ、そっか、これ60秒しかないんだね。え、帰ってくるのが難しい。オッケー、走れ。どれくらいこれ時間かけていいんだろう。オッケー。おお、結構早いぞ。よいしょ。よいしょ。ここからは、踏んでいけだよね。落ち着いてヒップして。ここに TO しなかった？ OK！ ジョイー！なんで降りた？なんで降りた？上か？違うな、これ多分こっちだな。これを持って、わかんねえ。右飛んどいた方がよかったな、これ多分な。あ、でもなんか右あった。おお、よかった、ギリギリ間に合った。一回その隙間入れてなかったら絶対間に合ってませんでしたよね、今の。スピンを使って。なあ、なるほど。
こいつは厄介ですね。これ上からまた来るんだろうな。いや、配置ねえんかい。配置ねえんかい。そしたらゴールじゃないですか、こんな。よっしゃいー。おぶねえ。壁キックする気だったけど。しなくても大丈夫そう。これ、気をつけないと死ぬぞ。右行きすぎると死にますね。ちゃんとパックの左側で。ひっ！オッケー、お疲れ。こちら7月の19日にいただいたコースですね。クッパ海賊 VS マリオ。やってみたいと思います。おー、なんだ。おー、マリオ3のかっこいいな。あぶね。いいのか？お、ここでキノコをゲットして。放つ方向を間違える。うわ、上から降ってきた。ドカーン、ドアに入って。使うのかな？あ、使うんだ。そこにも当たんのかよ。もうそういう匂いがプンプンするよね。初見殺し臭しかしねえ、むしろ。さあ、どんどん行きましょう。もう食らっていくとかそういうの多分ありきでしょ、こんなの。あ、でもこういう状況になれば倒すわな。あぶね。あの下のあいつ倒してえな。オッケー、撃破。奥のやつもうしょうがないね。食らっていくしかねえ、これは。ほっ。ねえ、倒さなきゃいけないんだ。ドイツだよ。さっ。オッケー。よし、強引に突破。これ、ノーダメでクリアしろって言い出したら、やたら難しくなりますよね。でも、投稿者本人が多分これはクリアできないでしょう。そうなってくるとね。そうなってくると、あ、これ隠しなんだろうなっていう推測がつくんですよね。ほっ。赤いの出てこないですね。あ、出ましたね。これも綾崎優香？そうなりますか。スターだね。ということはこっち行くんだね。あ、取り損なう。でもまあ大丈夫でしょう。ああ、取り損なう。逆にうまい。天才的だ。あの回避は天才的だね。逆にね。3分の2中間。3分の2中間っていう日本語。日本語で OK。最近やったら、日本語で OK って言うとめっちゃ、あれなんだよな。コメントくんだよな。日本語で OK のそれが日本語じゃなくねっていう。そっか、これあれだ、綾崎優だと被れないんだ。逆にブーツマリオだったら被れんじゃない。おお、やっぱりか。でっかいのに乗り換え、ファイヤークラウンに乗り換え。乗り換え割りでしょ。あめ、こいつ倒す。タン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 、タラちゃん、2倍兵長に似ている。見上げたたたたらたた。オッケー。そっか。こいつは倒せねえのか。下に行きます。帰ってきた。あー、しまった。取られた。できれば、マリオでメット状態で行きたかったんだけどな。そっちの方が強いじゃん。多分、綾崎優ちゃんより絶対強いよね。そっちの方が。一回ぐるっと回してくるあたりが面白いですね。で、ドアに入って、赤タイプ。落ち着いて、甲羅を放ち、かぶる。ガッ。ふむ、ふむ、オッケー。ふむ、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 オッケー。ひひ、ついに捕らえた。くそ。こいつは倒しておこう。さっき、甲羅で、落ち着いて倒して、うわこれきついな。あ、あれ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 、急にスター、え、さっきなんでスターなんなかった。じゃあなんでさっきスターなんなかったんですか。おかしいな、スター状態になったはずやな、あの位置だったら。ちょっと意味がわかんないっすよね。いやちょい待って、キノコ来てない。オッケー。ほっ。ほ
え？ダメやつですか。あ、ピー出てきた。よかった。これ落ちたら死亡だし、最初からやり直しじゃないや。3分の2中間が結構さ、遠くにあるから。これはもうクリアしたいです。OK です。7月19日にいただいたコースですね。3コース送られてきていたんですが、うち1つだけ ID が切れてなかったんで、こちらでいきたいと思います。パート1、2、3って送ってくれたんですけどね、1と3がどうもなくなってたみたいですね。さあ行きましょう。まずは、キノコくれねえのかい。絶対キノコだと思った、これ。行くしかないんだね。バブルが下から来るぞ。パウ持ってかないとダメなんじゃないかな。来るぞ来るぞ。あぶね。パウちゃん、いらっしゃい。あ、ここで多分ゲットできる。うわあ、そうなんのか。バブル落ち着いて見切るぞ。トン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 。あぶね、今大丈夫なやつ。あぶね、完全に焦った。嘘でしょ今。あぶね、死んだと思った。挟まれて死んだと思った。これは難しいかな。ただ斜めじゃないからね、時計がね、なんとかなるかもしれませんね。斜めだとね、結構動かなきゃいけないんですけど、マリオ動かさなきゃいけないんですけどね。あ、でもこっち結構難しいな。幅が2しかないから。あぶね、幅が2しかないとちょっと難しいかも。タイミングよくビャッといって、ビャッとね。オッケー。中間、あざーす。あぶね。噛みた、噛みた。ファイヤーか。うわ、それはきついな。もう一回食らうこともあるか。オッケー、ハンマーの位置をしっかり確認して、ズドン。今度は右に行けば壊してくれますね。今度はワンワン王の位置を確認か。これ上にボンヘイか。了解。しまった、壊す。ボンヘイちゃんが来てくれ。ワンワン王まで来た。お前来なくていいから。しまった。はっ、倒す。落ち着いて爆。オッケー。危ねえ。でもファイヤー取られた。うわっと、ファイヤーいただけた。ファイヤー速攻食らった。でもいくらでも出てくるんだな。こうなっちゃえば勝ちゲーなんだな。これあれだな、孔明がそこら中にあるな。ここもあるな。いいか。オッケー。わーい、倒せるぜ。倒す意味はないけど。三段ジャンプ当たったか。どうしよう。一応ちっこくなりたかったけど無理だな。しょうがない。あー、なんとかなりそうじゃない。イエーイ、お疲れー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。